こんにちは、ペカちゃんです。はい、イナスト武者修行企画ついにスタートです。イエイ。ということでですね、はい、まず1回目なんですけども、私ノーマルシュートのパターンが確か1パターンしかないんですよ。あのペナルティエリアの中で味方にパスしてそのままチュードーンぐらいしかないんですけども、今回新たなねノーマルシュートのパターンを教えてもらえるということでですね、はい、今回ね講師にあのレイタマさんをお呼びしましてですね、あのね早速ねテクニックの方を教えていただこうかなというふうに思っております。ということで早速ね、はい、あの動画の方が届いておりますので、早速ねそちらの方を 見ながら今回ねチャレンジしていきたいと思います。それではね、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。はじめましての人はじめまして、レイタマと申します。今回はペガちゃんの武者修行企画、こちらに動画を提供するという形で企画に携わることになりました。はい、今回から、オンライン対戦をするになってのテクニックやノーマルシュート、こちらの方を解説していくという動画になるので、これから皆さんよろしくお願いします。ということで早速やっていきましょう。はい、最初はまあ適度な位置から B ボタンを連打する、シュートボタンを連打する、こちらのノーマルシュートになります。はい、B ボタン連打で決めることができます。まあ欠点は防がれやすいというところですね。はい、コツとしてはまあ、あの2人目のシュート、今のラベンが打ったところに、まあ、敵がいない時に打つのがコツですね。そこに人がいると防がれてしまいます。応用として2人目のシュートの時にシュートボタンではなくパスボタンに切り替えることによって、このように、はい、パスで3人目につなげてシュートを決めることもできます。はい、ということで今回は最初なんでここまでです。このノーマルシュートは比較的に簡単な方だと思うので、まあ、少しコツをつかめば誰でもすぐできると思うので、ペカちゃんだけでなく見ている方もぜひチャレンジしてみてください。ということで今回はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。うん、なるほど。おー、こう、そうか、確かにこういうの見たことあるな。うん、ちょっとね、今回これにチャレンジしていきたいと思います。てか、めっちゃわかりやすいな。構造動画めっちゃわかりやすいですね。それでは早速やっていきたいと思います。俺にできるかな？なんか簡単だって言ってるけど、うん、俺にはなんかね、すごい難しい課題のような気がしてならないです。うん、ということでいきたいと思います。はい。とりあえず、ノーマルシュートとノーマルシュートって感じか。で、応用で、二人目を、まあ、パスして三人目で中丼。なるほど、なるほど。まあ、やっていきたいと思います。そうだね。まあ、新生ライモンでいくか。まあ、相手ライモンということで。はい。で、フォーメーションは、ミドルブロックだっけ。ノーマルシュートが一番決まりやすいと言われている、こちらのね、フォーメーションでいきたいと思います。果たして、俺にできるんでしょうか。やっていきたいと思います。あ、ライモン中第2グラウンドでちょっと今回やってみたいと思います。このグラウンドでやったのを、やったことなくない？なんかそういう気がするんですけども、やっていきたいと思います。はい。あ、え、ちょっと待って、天馬と遠藤が同時に喋った。え、こんなん初めてなんだけど。今までさ、試合1回しながらだけだったんだけどさ、初めてだこのパターン。うん、ちょっとそういうところにも感動しております。ということで試合1回しながらいきます。はい、ということで早速やっていきたいと思います。あ、早速バレてんじゃねえかよ俺。オッケー。さあ、こっから、まず、こっから行って、さあ、まず1本目、行きます。ダメだ。こっから、味方がゴール前に上がるのを待ってって言ってたよね。で、ここから、あー、そうか、こういうところで、あ、すれがりやすいから、蹴散らしてから使えばいいってことか。なるほどね。あー、ダメだ。ダメだ。あ、くそ、壁山、ダメダッドー。ちょっと待って、ヒーロータイムでやっとこう。ダメだ。そのまま行っちゃう。さあ、さあ、チャンス、チャンス。チャンス、来たよ。いやー、なんか撃っちゃう。なんでだ？こうでしょ？こうでしょ？あー。出てこない。なんか、みんなさ、なんかね、奥に行っちゃうんだよ。こっから撃ってみるか。ああ、ほら、遠藤が先に来ちゃうんだよ。ちょっとや、なんでだ。あ、今の、そうだ、今の、そうだ、それだ、今の。惜しいな、今の。ね、遠藤に吹っ飛ばされちゃったね、今。可能性は感じた、今。こうで、あ、ダメだ。それは今のはあかん。今のは弱すぎる。ああ、やっぱなんか先に来ちゃうんだよな。
前半が終わりました。マジか。決めることができずと、シュート14本、14回チャレンジして1回もダメってことか。ちょ、なんでだ、何がダメなんだろう。ちょっと俺にはわからないっていうかさ、うん、なんかわかんねえ、わかんない。うん、ちょっと今俺の頭の中がさ、うん、俺の思考回路が今パンクしてるわ今。うん、俺の思考回路が規制ラッシュしてる。何が痛い。あー違う、なんで来ない。違う、味方が上がるの待つ、打つ、ダメ。ノーマルキャッチじゃねえか、しかも。おい。決まってんじゃねえかよ、マックス村井。なんか腹立つな、ゴールボイスが。あれ、もう。もうめちゃくちゃだよ。めちゃくちゃ全然シュート出てない後半しかも。あーもうダメだ。あーもうエンドが出ちゃうんだよ先に。あーもう全然うまくいかないこれ。なんで、ああ今の感じだろうか。ちょこれラストチャンス、多分ラストチャンス。ダメ。なんで、なんでできないの。終わった。あれ、ま、しかも負けたし。なんで決まんないんだろう、わかんない。ごめん、真面目にわかんない。おう、ちょっと待って、なんでできないんだ。2試合目に突入します。さあ今度こそ決めます。まさか2回目になるとは思わなかったよこれ。いやーもう講師の方も呆れてるだろうねこれ。うん、呆れてるだろうこれ。味方が上がるの待つ、こっからシュート打つ、エンドが取っちゃう。この繰り返しなんだよさっきからずっと。なんでこうなっちゃうんだろう。止めて、あ、今の感じ、今の感じだ。うん、今のそう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 、今の悪くなかったね。もう心配だよ。いやーダメ、違う、もう遠藤に行っちゃう。あーもうこうでダメだ。もうシュートがそのまま行っちゃう。やばい、なんか泣けてくるこれ。涙ぐましいよ、なんかいろいろと。ダメ、前半シュート、やばい。2試合目も前半決まらない、13本打って決まらないか。うまいこといかない、マジでうまいこといかない。いきます。あーもうクラバ走り込んでくれ。違う、キーパーと俺の間に誰か入ってこない、誰も入ってこない、誰も入ってこない。ダメだ、ちょっと待って、これ真面目に企画倒れなんだけど、真面目に。ちょっと待って、ほら来ないの、ここに誰も。いきます、ゴール前に上がってきて、そうで、こうだ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 、よっしゃ、やっと決まった。やっとだよ、あー、やっと成功した。はい、多分これね、1時間ぐらいやってやっと決まりました。うわー、試合終了です。はい、一本しか決まらずという結果に終わりました。はい、シュート29本今回打ちまして1本ということで。いやー無理、無理、マジで無理。なんでできないか分かんない、分かんないです。うん、多分1本も本当に偶然なんでね、ちょっと、うん、これはリベンジが必要です。はい、ということで、うん、見てたらアドバイスお願いします。はい、非常に難しかったです。はい、ということで、はい、多分、これできてないんで、うん、続くと思います。はい。この、テクニックでもう一回続くと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。